が根付いていたんだ。悲しみは季節のように巡る。フィクションにはちょうどいい都合の良さが必要だ。無人ビデオレンタルの買い出しクセンス、今じゃ誰でも知っているレベルのエンディング。その時にしか楽しめないことがある。当たり前は移り変わっていくってこと。どうしようもなく退屈で仕方がない今を遡って誰かがまた羨んでいる。子供の頃に行き詰まったゲームを今やってみてもひどく負けなくて、重たい布団の安心する感じとか、先寝ないといびきで寝れなくなることも、嫌いじゃなかったあなたのこと、洗面所の鏡わずかに面影が残る。忘れかけた記憶繋ぎ止める意味、楽しいことだけで終わればいいのに。生きる理由とか大げさな話じゃなく、あと一周生き延びる理由はいる。今日遠くに開けられた伏線回収、くだらない十数年前のスクラップ、確信変わる頃には布団の中。果たされなかった約束の数を数えて虚しくなったって、大切にしまっていた切手で手紙を出した。数少ないコレクション、生活費に消える。もし俺ならそれはそれでうまくいく気は全くしないのだが、自分の力じゃ解決できないことが多すぎて早く大人になりたかった。何週も繰り返して思考した答えでも何も考えていないように見えるのかも。こっちはとっくに一人でやっていけてる。失敗の言葉は他の人にあげたら。終わりです。ありがとうございました。